ご視聴ありがとうございます。ボスピックです。 Days Gone。 今回の動画は視聴者さんリクエスト、ハンドガンワンマガジンと大木ギミック用の地雷だけでギミック縛りお願いします。来ましたね、なかなか鬼畜な縛りプレイリクエスト、本当にありがとうございます。でまず簡単にどんな感じか説明だけさせていただきます。まずハンドガンワンマガジンということなんで何発か数えましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 発、10発だね。10発しか使えないのか。でもちろん、ドラム缶とかそういったギミックを使う場合はこのハンドガンを使用するしか方法がありません。なのでドラム缶を撃つときに一発でも外すと危ないということですね。そしてあと鬼畜ですね。そして大木用の地雷は OK ということなんで、今回遠隔爆弾を2個セットさせていただきます。あらかじめね、始める前にセットの方をさせていただきます。でこの遠隔爆弾は十字キーの右を押すことによって起爆することができます。で仕掛けた順番で起爆していくんで、どっちを先に仕掛けたかを忘れないようにしたいと思います。まあこれがどのぐらいダメージ出んのかっていうのはね、ちょっと気になるところですね。それではやっていきましょうか。早速さあやってまいりました、ギミック縛り。開始。でまず最初のギミック、こちら大群を貯めていきましょう。できる限りここで減らしておきたい。いやいいんじゃない、すげえいいよ。こうドラム缶もいっちゃいましょう。完璧だよ、完璧。ここもやっときたいですね。ちょっと厳しいな、ちょっと厳しいんで上へ行って落下ダメージを狙っていきましょうか。ここも貯めます。貯めて貯めて、いいんじゃないですか。で次はここのドラム缶もう一発使っちゃいましょうか。早速まず製材所の方のギミックから潰していきたいんで、よし OK。 こう外したらマジで弾数少なくなっちゃうんで、もう2発使っちゃってるんで残りは8発ですね。ちょっとリロードはしちゃいますけど、残りが40になったらもう撃てないということでやっていきたいと思います。どうしようか、あとこっちのギミックがまだ残ってるんで、ここもできる限り貯めていきましょう。ここ前方から来てるけど大丈夫でしょう。 OK、 これで製材所内部は全て使用したかな。あとは横に丸太があるんで、丸太じゃないか、木材のねギミックがありますんで、そちらの方に誘導していこうと思います。一応今までとは変わった感じに進んでいこうかなと思います。さあ果たしてギミック縛り達成なるのか。でも本当によく考えられてる、本当にすごい素晴らしいリクエストだと思います。まあ鬼畜は鬼畜なんですけども、まあ今までのボスビックの動画をちゃんと見ていてくれてるんだなというのが分かるようなリクエストですね。はい、これだったらいけるでしょっていうね、視聴者さんの考えがひしひしと伝わってきます。まあいい感じで減らせてますね。ここだけのギミックでも3分の1は確実に減っております。次どうしようか。ちょっと丸太、こちらね仕掛けさせていただきました地雷の方を使っていきたいと思います。1個目をこっちに仕掛けちゃったんで、まずこっちから爆破していこうと思います。いきますよ、溜めてボン。食らってんのかなこれは。ただゲージが減ってるのが見えるんで、おそらく食らっているんでしょう。ポイント入んないんだね、あのギミックに関しては。で次こっち行きます。あと8発撃てますんで、トラックの荷台に乗って、さらに運転席の上に乗って、はい、いい感じですね。ここは撃ったらすぐローリングすればダメージを食らわない。どうしようかな、ここの
ドラム缶もやっちゃいましょう。はい、オッケー。今のところパーフェクトですね。もう半分以上減ってます。そして萌えでさらに死んでいくと。どうしようかな、考えちゃうのこれ。ここのドラム缶使ってこうか。ここも外さないように。いいですね。ここがちょっと難しいんだよね。失敗しないようにこう隙間を。あー、いったのかな。なんか何匹か死んでるポイントが上がってたんだけど、ここも貯めていくと。まあまあの、まあまあですね。まあまあつって、まあまあですね。で、次が、こっちもね、後々だと、ちょっとめんどくさいところのギミック使っていきましょう。こう序盤で行くのちょっと危険なんですよね。大群の数が多いと、どうしても左側から侵入してくるゾンビがいるんで。ゾンビ？なんだっけこれ。忘れちゃった名前。フリーカーズ、フリーカーですね。はい。ド忘れしていく。それではですね、この中もすべて使用しました。あと、ここのでっかいの、これ最後の方に取っときたいな。あと、細かいギミック全部使っていきたいですね。もう製材所はないので、さあ、どうするかな。とりあえずまとめつつ、はい、やってまいりました。こちらのギミックですね、まだ使っておりません。なんとドラム缶と木材のギミック2つもまだ余ってます。これいけるんじゃないですか。あ、いいですね。ここも貯めていきましょう。無理だった。ちょ、欲張ると危ないんでちょっとやめておきます。さあ、どうしようか。あの、クロスボウ縛りの時にね、あのネロの、あそこのね、ネロのキャンプっていうの？あれ、通電させちゃってるんで、フリーカーがあの中に入っちゃったりするんだよね。これ、2個目起爆します。これで大木専用の地雷は全て、使い切ったことになります。そして、ここに残った木材におびき寄せて、食らわしていく。これいけるぞ。これいけるぞ。見てください。この、残り。もう、3分の1以下。ただ、弾はあと2発。弾はあと2発ですよ。どうする？どうしよう。せめてね、あのドラム缶とか全部使えるんだったら話は変わってくるんですけど、あと2回しかドラム缶系の爆発物の起動はできないということで、あと木材が1個残ってんのと、やっぱあのでかいのいっちゃうしかないな。ここでいっちゃうしかないですね、あのでっかいの。なんでここできる限り貯めていきたいです。大ダメージを狙って、はい。おお、いいダメージ出たな。あとこれだけ、あとこれだけ。弾は2発でかいのが1個残ってるんで、いけるんじゃない。これここうまくやれば。ちょっと貯めましょうか。撃っちゃうか、撃っちゃおう。よし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 。さあ、リロードして、残り1発で全員仕留める。あと残り1発しかないのか。これは考えもんだな。ミスったら怖いですね。いや、どうしようかな。あと1発。いやー、参るな。残り10体ぐらいかな、大体。10体いるかいないかって感じ。あ、ちょっと待って、はぐれてんのがいたね。増えちゃってんだよな、ちょっと。ドラム缶結構余ってんだよな。
ただ弾はあと一発、果たしてどうなるのか。決めました。ここで終わりにしたいと思います。まずポリタンクをここら辺に集めましょう。もう一個あるんで、これによってね、爆発の範囲を広げようと、そういった作戦でやっていこうと思います。果たしてうまくいくかな。まあ、10体ぐらいだろうね。どんな感覚が、やめよう。やめよう。もったいない気がする。もうちょっと慎重に考えさせていただきたいと思います。いや、これミスったら怖いわ。あと残り一発しかない。さあ、どうしようかな。なんか配置がちょっと、もう一個あの木の方に持っていきたいですね。雨降ってきたな、晴れてたのに。晴れてたのに雨降ってきちゃったよ。いや、狙えない。なんか増えてる気がする。とりあえず、ヘルスを回復します。このヘルスカクテルはね、徐々に体力ゲージが回復していくというアイテムです。やっぱこれをもうちょっと、向こう側に、木の方に持っていきます。次、切り返したタイミングで行きましょう。ちょっとダメージ食らってんな。行きますよ。切り返して、ここで、ちょっと待って。ハンドガンじゃない。ハンドガンじゃない。やばい。ここで行こう。ここで行こう。貫通しろ。決まったわ。オスビックはできる子でした。ひまさんからいただきましたリクエスト、ギミック縛り、見事達成ということでよろしいでしょうか。本当にリクエストありがとうございました。ちょうどいいところにガソリンタンクが落ちてます。あ、なんか晴れてない。雨が止みました。最後はポリタンクでお別れしましょう。またリクエストあれば気軽にコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴本当にありがとうございました。ボスビックでした。さようなら。